背が高くなる方法よりも背の高い相手に勝つ方法を知るパパ編。こんにちは。サッカー上達校サルタトの山岡坊です。本日は背が高くなる方法よりも背の高い相手に勝つ方法を知るパパ編をお伝えします。親の立場で嫌でも気になるのが周りとの比較です。お子様を信じていてもついつい周りの子はどうかなと比較してしまいますよね。それは当然のことなので気にする必要はありません。みんな同じです。背が低いと不利なのではと考えるパパが非常に多いです。私は全くそうは思いません。現状ないものに不安を感じるのではなく、今ある素材を生かす戦略を練ることが大切です。背が高い選手が苦手なプレーは、小回りが効かない、俊敏性がない、ボールコントロールがうまくないなどが挙げられます。背の高い選手たちが学年上がるにつれて潰れていく姿を私はたくさん見てきました。その原因は基礎をおろそかにしてきてきたからです。なので焦らず今できることに全力を注ぎましょう。止める、蹴る、運ぶ、走る、この4つです。特に止める、トラップですね。コントロールは今やりまくってください。またこの重要さを説明いたします。メルマガ毎日配信中、ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。